はどこから見ても緑色ですよね。なぜ日本では青リンゴと言うのですか？スピーチコンテストは外国人技能実習生の日本語能力を高め相互理解につなげようと諫早市で開かれ、インドネシアとミャンマー出身の8人が参加しました。長い人では3年以上日本で働いていて、母国との言葉や文化の違いについて日本語でスピーチしました。日本人はね、握手じゃなくてお辞儀で挨拶しますよね。電話で誰も見てないのに、お辞儀しながら、これは誰のため？審査員の投票で1位に選ばれたのは、インドネシアから来日して1年、障害者福祉施設で働くライリさんでした。主催した団体は今後国を越えた交流を拡大していきたいと話しています。